Spinner. 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 UK versus US. Fancy an English battle? Season 3. UK versus US. UK versus US. People, ladies, gentlemen, everyone, wherever you are, whoever you are, we have a problem. Yes, a big problem. We have a very, very big problem. It's very serious. 問題です。問題というよりクイズじゃねえな。ちょっとですね、諸事情がありまして、はい、ジェニーさん、ハロー。ハロー。ミッキーさん、ハロー。ハロー。No, that's not Mickey, that's me. Yes. ミッキーさんいないんですよ、今回。そうなんだよ。そうなんだよね。ね、ミッキーさんとのギャラの交渉がうまくいかなくて、いや、やべえ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 。違う、交番じゃないの。違う、ね、違います、違います。卒業したわけじゃないです。卒業したわけじゃないですか。強制的な卒業でもないわけですね。ではないです。ではないですよね。普通にね、スケジュールが合いませんでした。こういうこともあるんだね。で、初めてだよね。うちらでこういうことあるの。初めてだよね。初めてだよ。ねえ。ねえ。Wow, いいね。I'm sure Mickey's doing something. What is he doing? What are you doing, Mickey? I'm not sure. 何してると思う? Maybe he's picking his nose. He's picking his nose. 鼻くそほじってる。鼻くそほじってるの。How charming. Very charming. He's finding treasure. いや、シンプルにスケジュールが合わなかったということで、そうなんですよ。でもですね、ミッキーさんね、どうしてもね、出演したいということで、うん、なんかチラリホラリ、後日、わかんないです。声が入ってくる可能性があります。あります。ね。ね、どうなるかわかんないんですけど、ねねねまあ、爪痕を残す気満々らしいです。らしいですね。はい。あともう一つね、ちょっとね、お伝えしたかい、お伝えしたかい、なんだそれ、お伝えしたいことがあるんですけれども、ね、Amazon Audible で、限定配信していた AGAB、うん、ね、AGAB のあれですよ、あれがですね、前回取り上げたシャーロック・ホームズ会で最終回でした。お疲れ様でした。そうなんです、お疲れ様でした。いや、ミッキーさんがね、もう毎回毎回ね、まあ、ほんとなんていうのかね、ニッチっていうかね、コアなね、俺とジェニーが全然知らないような映画。そうね、懐かしいものから新しいものまでね、幅広くホラー系が多かったですね。そうね、ホラー系うちら苦手だからね。で、面白かったんですよ。面白かったんですけども、ちょっとリニューアルされるということで、またちょっと近々ね、そう、違う形でね、カムバックするっていうことで、はい、皆様待っててください。そうです。そしてね、今までずっと聞いてくださって本当ありがとうございます。ありがとうございます。 Thank you for your time. Thank you. Alright, それではね、僕とジェニーでいきましょう。今回取り上げるニュースはこちらです。After 25 years, James Cameron worked with scientists and stuntmen to test if Jack could have survived the end of the Titanic. The results show that in fact Jack would have survived if he had gotten on the raft. さあ、ジェニーさん。はい、こちら日本語で言いますと、タインタニックが公開された25年後。今タインタニックって言わなかった。はい、そう。先生、見逃さないよ、そういうの。聞き逃さないし。いけるかなと思った。いけないよ、いけないよ。もう一回お願いしますよ。タインタニックって何なのよ。違います、タイタニック、ね、タイタニック、うん、タイタニックが公開された25年後、ジェームズ・キャメロンは科学者やスタントマンと協力して、ジャックが映画の最後に、映画の最後生き延びることができたかどうかを検証しました。結果、ジャックはイカダに乗っていれば生き延びることが判明しました。まあ、これね、なかなかの衝撃ですよね。いやね、生きてくれよってのはすごいよ。ジェニーはさ、タイタニックはタイムリーで見てたの？タイムリー生まれてる？あの時って生まれてはギリ生まれてるか生まれてないかかな。確かでもなんか記憶あんまないよね。まさか映画館で見てるっていう感じはあんまりないよね。ないよね。なんかビデオカセットでなんかちっちゃい頃に見たけど、なんかよくわかんないなって見てたって感じですかね。ビデオカセットって今言いました。 VHS のことですよね。oh, yeah, that's good. 見たことある作品自体は、あります、あります。 Yes, yes, yes. OK, OK, OK. なるほどね、うんうんうん。まあ、大体さ、みんなさ、今タイタニックものすごく今ちょっとしたブームになっていて、そうですね、今上映されてますから。そう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 、ね、なんか全然入れないらしいよね。もうすごい人気らしくて、本当、ね、チケット全然取れないらしく、うん、そうそうそう。だからみんなね、それこそ飲みながら、タイタニックって誰と一緒に見た、うん、どこにいましたかっていう話で盛り上がらしいよ。確かに。そうそうそう。俺もまだ中学生だったんだけども、うん、中学生の同級生の男子たちと一緒にみんなで映画館行って、うん、ガン泣きするわけよ。見た時泣いた？ジェニーは。子供だったから分かんなかったんだけど。そんな分かんなかった。俺ガン泣き。ガン泣きで超バカにされたから。かわいいじゃん。そうそうそう。That's so sweet。ユピーって言われたもん本当に。この泣き虫野郎、この泣き虫野郎、ちょっとヘビーなね、うん、yes, yes. それ P で始まるやつを言われたんですけれども、yeah, ね、このチキン野郎みたいな感じで、ね、So you're one of us. Yes. One of me. Yeah. まあ、おい、ミッキー、
こういうところね、もうなんかね、あの話をね展開していいのかどうか分かんないのよ。ミッキーがいるとなんとなく大丈夫なのよ。だけど俺がゴリゴリにね、あのそういうなんかね、ドゥルルルルルルルってね、それそれそれ押して押して押して、あー全然音違ったわ。あれ久々聞いてるよね。そうそう、アラートアラートアラート、このアラートがなるとなんかちょっとね、ジェニーと1対1だとちょっと緊張しちゃうんだよね。思ったんだけど、ミッキーさんが参加したから、うん、このボナーアラートが増えましたとか。そうそうそう、私たち2人の時は意外とあんまなかったんよ。そう、お互い本性を見せるようになったっていうね。ね、隠し持ってるものありますから。そう思うとね、久しぶりですね、2人でやるの本当に。そうですね、本当そうなんですよ。 ね、そうでね、話戻るんだけれども、はい、そのボナーラートから話戻るんですけれども、うん、このね、25年後、うん、ジャックは映画の最後を生き延びることができたかどうか検証したっていうのが、うん、はい、何で検証したかっていうと、うん、ナショナルジオグラフィックなんですよ。おー、okay、ナショジオってわかるでしょ、映像の想像のやつのやつ。ね、なんかよくケーブル TV でもう大自然を掘り下げる、うんうん、雑誌ではさ、黄色い縁がある、うん、もうマザーネイチャーとか、はい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 、SGs 関連のことがもうたっぷり掘り下げるような、うんうんうん、まあ、メディアなんですけれども、あ、そっちか。でちょっと俺見てみたのよこれって、はい、1分15秒のプロモーションビデオみたいなのがあったのよ、うん、YouTube で見てみた。で見てみたら、本当にジェームズ・カメロンがスタントマン2人たちを使って、でね、普通に、ね、うん、北極南極がそんなに行けるはずがないから、実験室の中でどでかい水風呂の中でやるわけよ。え、うちてっきり今の話聞いた、うちグラフィック系のなんかあるじゃないですか、そういうアプリとかソフトが。ねねね、本当にスタントマンたちに、しかもタイタニック の、うん、名シーン、このシーン、あのシーンとか、うんうんうん、ジャック私のこと助けてってね、ありました、ローズが言うようなシーンとかもそのままスタントマンにやらせて、うん、だから一回頭を海の中に押しつぶされてしまうんだけども、その秒数とかも全部細かく測ったりとかして、やったりしたわけさ。だからガチ検証ってわけだ。いや、ガチ検証、はいはいはい、ガチもガチ、はあ、もう心拍数がさどんだけぶち上がるのか、そういうことも全部測ったりとかして、の結果、うん、もしイカダにジャックが一緒に乗っていれば、うん、彼はサバイブした確率がそれなりに高くなるっていう。嘘、ね、Right、よくやったよね。よくやったし、なんか Dang that hurts、ね、すごい hurts、 なんかその痛いっていう、その痛い方じゃなくて、うんうん、胸が痛む方のね。ねえ、that hurts、 ねえ、ちなみになんかジニスあれなんですよね、ミッキーさんがどうしても今回爪痕を残したいって、そうそうそう、いうことで、ね、うん、なんか我々に伝えたいことがあるそうなんで、なんか解説があるそうなんで、ね、どういうふうに解説していただけるんでしょうかね。じゃあミッキーさん、ミッキーさん説明しよう。タイタニックが公開された時から感動のラスト、あのイカダのシーンを、あれ普通にジャック乗ってれば生き延びたんじゃねと言われてきたことから実験をしたそうだ。そしてキャメロンは実験結果に対して、今の知識を持っていれば映画を撮影した際に小さなイカダを作っていたとコメントをしたそうだ。いや、このナレーションのテイストは伝わる人は伝わるのかな。あと今 のお言葉なんだけど、いやそれ知ってんのよ。基本情報知ってるんですよ、ミッキーさん。でも頑張ったね。ね、突っ込まれたかったんだよ、きっと。だろうね。ね、カマチョだからね。意外とね、カマチョなんですよね、ミッキーさん。でもね、ミッキーさんがこの台本を通していろいろと他に結構面白い情報をお伝えしてくださったんで、ちょっとこれね、うん、読ませていただきますけども、お願いします。これタイタニック号が沈没して1ヶ月後に、実は Saved from the Titanic っていうね、タイタニックから救われたというショート無声映画が撮影公開されたそうなんですよ、うん、これも全然当時っていう話ですよね。うんうん、ね、オンタイムよね。ちなみに UK のタイタニックはタイタニック禁止、どういうことですかこれは。どういうこと。1929年にタイタニックを題材にした映画アトランティックが公開されるけど、うん、権利関係の都合一度もタイタニック号の名前を出せなかったって。名前が出せないの、船やん、なんかあるんじゃないの、著作権的な。あ、でももしくはさ、うん、あまりにもちょっとトラウマ的なことだったから、あまり出せないものなんじゃないか、掘り下げるなっていう。でもそれね、もうまあ勝手にしろよと思うんだけども、正直いやちょっとびっくりだね、うん、でもね、今日のこの収録の前にジェニーと一緒に見させていただいた、うん、ある動画があるんですけど、うん、そうですね、イタリアにはラプスリーヌが登場するタイタニック映画があるって、このミッキーさんらしいネタですね。ミッキーさんらしいなんですよ。こう見てみたんだけども、うん、このイタリアではこのタイタニック The Legend Goes On という、うん、なんかディズニー風の P 風の映画があって、映画今なんつった、ピーフーの映画、今ディズニーピーフーって言わなかった。
遅かった。ディズニーって一回言っちゃってるよね。P に全然なってないんだけどね。ディナンとかに、ディナンとかに風の映画があるんですよね。そうそう、うん、あるんですよ。でその映画前半に犬がラップするんですよ、うん、この素晴らしいシーンがあるんですけども、素晴らしい、あの、うん、やばいんですよ。タイタニック号でパーリーパーリーみたいなこと言ったんですよ。やばいよ、タイタニックでパーリーかーと思って。ねえ、なんかね、もうこういうしょうもないね、いろんな、なんか何なんですかね、あのいじり系のやつ出てきますよね。でも本当にディマルニー風なんですよ、恐ろしいぐらい。本当ディマルニーです、ね、ちなみなんですけども素朴なあの疑問というか、うん、あのこんな英語聞いたらジェニーどう思います？ That was a Titanic effort。 え？そう、え、わ、え、相当やばかったみたいな。これあのイギリス英語独特かもしれないんですけど、うん、タイタニックを、うん、あの普通にその名詞じゃなくて形容詞として使うんですよ、うん、え、ね、タイタニック号でもそのサイズ、ね、yeah, スペクタキュラーも、It's、そう、really、もう huge, right? Right? でタイタニックエフェクトで言うと、うん、もうものすごく頑張った、まあ、努力って意味なんですよね。そう だからエフェクトとか That was a Titanic mistake っていうことも言えるし、すごい大きな間違いだった。どでかいっていう時に Titanic っていう言葉を使えたりとかするんですよね。 That was a Titanic hamburger みたいな。 Titanic hamburger、 I'm not sure if it's appropriate but like you know なんかでも分かる分かる、とんでもなくでかいっていうことだよね。とんでもなくでかいハンバーガーあるかって話、うん、あるかもしれないよ。あるかもしれないけど。バーガー好き？大好き。どこのバーガーとかある？めっちゃ好きなやつとか。マックうまいよな。ああ、え、マック大好き。あれ、あの昔お仕事されてたっけ？いやいやいや、それ別に公表していいやつ。あ、全然してる。そうだよね、そうだよね。写真も出ま、ね、写真も出回ってるよね。出回ってます。なぜかたまにラジオの方でも TL にね、ハッシュタグポップ JWEB に急にジェニーの可愛らしいあの ねマック姿がね、がね、ね出てきたりとかしますよね。ね、all days, all days. Yes, Titanic hamburger でもいいし、Titanic effort、Man, that guy had a Titanic ass でかい、でかい、おちり、おちりが、でかいおちりをお持ちですねっていう。いつ使うんじゃん、ね、さあ、あとね、あの船に関してこれ前はおそらくやったかもしれないんですけども、うん、あの船の名前に女性が使われるんですよ。She, her とか。そう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 。だから、は、え、なんていうのかな、うん、あの、フランス語とかだとさ、うん、普通に名詞って男か男性なのか女性になったりとかするんだけども、うんうん、それと同じように、うん、あの、船は女性になるわけなんですよね。なんでなんだろうね。でも US では he とか him になったりすることもあるかもしれないんだって。もう、でもあるかな。でも私は結構 she が多かったです。やっぱりスポンジボブスクエアパンツあるじゃないですか。はい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 、アニメのね、もちろんもちろんもちろん。そのアニメの中でカニカワニおじさん Mr. Krabs が she ってめっちゃ使ってるから。好きだね、ジェニーは。大好き。好きだね。それでね、なんとなく she の方がイメージが強いのかもしれない、ね、あとあれじゃない、船とかにさ、だいたいその先頭のところに女性のなんか象徴のさついてるじゃない。 あるよね、なんかもう女神のような、うんうん、そう、なんか両手広げてるやつだったり、はい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 、なんかこう掴んでるようなさ、うん、こうなんだ、木彫りのやつがあるじゃないですか。ちなみにジェニーは YouTube でタイタニックネタはやったことあるの？さすがにないです。ないですか？タイタニックこの間ね、タレントの芸人さんの大久保佳代子さん、はい、ね、はい、大変日々お世話になっておりますけども、はいはい、大久保さんはだいたいタイタニックのおかげで船とかボートが出てくると、うん、人笑い絶対取れるって。え、なにそれ。あのタイタニックのポーズですよ、うん、両手広げるやつですか。両手広げるやつ、はいはい、え、どうやってやってんの、ね、Close your eyes ってね、ジャックが言ったりとかするじゃん、そうですね、そうそうそう、ね、だからジェニー、あのジェニーじゃないや、大久保さんがごめんね、大久保さんが、うん、あのそれを船がボートの最先端に行ってそれをやるわけね、うん、で大体ジャニーズの若い子なのか、それと若い役者の子が一緒にやんなきゃいけなくなるっていうねそれで人笑い取れるっていう。それはもうあの彼女ですからっていう。まあまあまあ、でもあの大体の、女性の芸人さんはその技を持ってるよっていう話で、この間番組の中でしてておもろすぎでしょ。そっか、俺できねえなと思ったよね。ハリさん、いや、ハリさんもいけるね。いやいや、 できないできないできない。なんかあのジャックのキャラになりたがってるところでなんかちょっとおかしいじゃんそう、なんか、でも私この間ね、あの、うん、ポップザワールドね、あのラジオやってるんですけども、やりまし た, ました、はいはい、私ハリーさんと、そうそうそう、ハリーさんにローズやってもらったけど結局ジャックになれず、ね、そうそう、あの楽しみにしてたのに、そうそうそう、もうね、ローズローズローズのね、あのお姉気味なね、ラブリーな感じでやらせていただきましたけども
Anyway, yes. That was good then. Yeah, that was good. So, Jenny, 久しぶりどうでした？久しぶり。久しぶり。久しぶり二人やってみて。ミッキーさんがいないと私たちなんか結構真面目だなって。そう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 。いや、真面目じゃないんだよ。真面目じゃないんだけども、二人だとなんか。2人ともぶっ壊れると誰も止めることができないから、そう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 、大体2人がね、あの暴れてるの私が止めてるんですけども、そう2人がそう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 、ハリーちゃんがね、あの真面目ちゃんになっちゃうから、ハリーちゃん真面目ちゃんにゃにょ止めに来たのそのフォローよありがとうございます、ありがとうございますということで、 Thank you everyone. Thank you Jenny. Thank you Mickey. Thank you Mickey. あ、声聞こえてきた、生きてます、生きてますね。 We'll see you next time. Bye bye. Bye.